あ、どうも久しぶり人間。今日はね、みんなの願い事たくさんあると聞いてたので、聞いていきたいと思う。明日燃えるゴミの日なので、ゴミ出しお願いします。無理です。コーネはあなたの家に住んでないし、ゴミを出すためだけにそなたの家に行くことはちょっとやっぱり苦労の方が多いかなと思います。自分で出した方がいいかと思います。ごめんなさい。毎日仕事で辛いので休みをください。会社に言うべきですね、それは。有給消化とかもさせてもらえないのかな。ちょっと訴えましょう。こうさんと幸せな家庭を築きたいです。夢でね、お金がありません。欲しいです。これも欲しいです。そろそろみんなに指返してあげて。無理です。というか、みんなからはそんなもらってないからね。多分もらってないよ。手元に残ってないからないよ。多分全部使っちゃったか、食べちゃったか捨てちゃったか今年も天女様見れるだけで嬉しいです。おいおい、欲のない人間め、なんかないのか。夏の気温と温度を下げてください。本当に頼みます。それ天女の仕事じゃないと思う。それ天女より上のね、立場の人にね、頼んだ方がいいと思う。気温の話は、気温はちょっとね、手が出せないですね。すいません。退職届を代わりに出してください。無理です。コーデが出したら誰ってなるからね。新しいお仕事が、お仕事とともどもうまくいきますように。あ、うまくいくん？他の女に浮気してごめんなさい。これ後でですね。後で処理しましょう。コウさんのエッチな持ちドルが、エッチな持ちドルが販売されますように。欲望の塊、単位ください。これ今日中に言うべきですね。この前寝落ちしてしまった私めに圧をください。みんなはさ、寝落ちすることが悪いことだと思ってるでしょ。そんなことないよ。寝落ちは悪いことだよ睡眠時間が欲しいです。あげない。だから時間操作は無理なんだって。ごめんね。とりあえず寝たいです。寝かせてくれますか？寝かせてくれますかって言うとね、寝かせたくなくなるんだよ。ここに意地悪だから。聞いた時点でね、ジ・エンド。朝早く起きられますように。起きられるといいよね。彼女ができないので、いい人を探してください。コーデはね、Tinder じゃねえのよ。それもちょっと専門外だな。すいません。トミー、名声、力が欲しいです。欲張り、どれか一個なら叶うかもよ。なんちって。配信見てないことバレませんように。切り抜きは見てます。切り抜き楽しみ。配信も見てねえのに願い事を書くんか。もう君は罰としてね、1ヶ月はコーデの配信を見る刑に処します。でも切り抜きは見てくれてありがとう。チュッパチュッパー。ありがとね。ラーメンおごってください。嫌だ。おやすみと言ってほしいです。わかった。うん。おやすまない。贅沢は言わないので、ビキニを着た美女か、ビキニを脱いだ美女をください。贅沢だよ。ビキニのままの美女を恵んでくださいっていうのはね、結構な贅沢だと思う。だったら、洋服着てる美女を呼んで、自分でね、脱がす努力をしましょう。待って、あと5分しか、5分しかないじゃない。もうちょっと、フルスピードで行くわよ。他の女に浮気しても戻ってくるので、浮気してもコウさんが許してくれますように。許さない！今年の七夕が終わりませんように。終わる！もうすぐ終わる。会社がなくなりますように。なくならない。なくならないよ。おかゆを嫁にください。無理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 。眠いのでおやすみと言ってほしいです。おやすまない。でもね、まあね、2回も言っちゃったよ、これ。今来たのバレますように。バレてんだよ。書くな。コウさんに浮気を許してほしいです。そんな浮気、年2でこの企画見たいです。ネタがなくなる。もうワンパターンだから次どうしようかとかいろいろ考えてた。もう今日も、胃がキリキリした。めちゃめちゃ。コウさんがずっと幸せでありますように。あ、うわー、うわー、ちょっと待って、何も画像がね、キリや。レジの長男、うわー、あー、くそー、正体がバレちまってしょうがねえ。そうだよ、ゴーネはアマニョなんかじゃなくてな、本当は門松だったのだ。はぁはぁはぁ。だからお前たちの願い事は叶えられねえってわけだ。はぁ。